はい、本日のジュニアチャンネルのゲストはこの方です。皆さんはじめまして、一ノ瀬楓と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一ノ瀬さんなんですけども、普段ですねどのような活動をメインにやられてるんですか？はい、と私はですね、映像制作でミュージックビデオを作ったりですとか、はい、あとは最近だとその映画、個人で制作されてる映画のスタッフとして入ったりですとか、はい、あとはですね、なんかそのシナリオ関係を書いたりとか、はい、結構いろいろやっております。はい、じゃあ結構映像の世界というか、そういう作品を作ることに結構今携わってるっていう感じなんですか？メイン的には。はい、あのツイッターの方でちょっと見たんですけども、もともと看護師さんをやられてたということなんですけど、そうなんです。看護師さんはでどのくらいの期間やられてたんですか？看護師の方は、はい、高校を卒業して、はい、まあ、その後ちょっと専門の方に行ったんですけど、ちょっとそこを中退してしまって、はい、まあ、だって働き始めたのが20歳くらいのことなので、はい、まあ10年以上は看護師やってましたね。看護師さんから、看護師さんの方を辞めて今の仕事に入ったってことなんですか？そうなんです。もともと看護師さんをやられてて、はい、今の仕事にその目指したというか、やろうと思ったきっかけって何かあったんですか？きっかけはですね、はい、私はもともと小説とか、はい、中学時代の頃から書くのが大好きで、はいはい、じゃあもともと、はい、そういうその作品作りには何かしらの形で関わりたいなっていう思いが結構強くて、はいはい、それでいろいろあって今ちょっと映像の方に落ち着いたっていう感じです。じゃあ看護師さんやってたんだけど、やっぱ最初にやってた夢というか、はい、そっちの方に進みたくなったっていう感じなんですか？はい、そうなんです。それで主にその特にやっぱ特撮が好きということなんですけど、はい、ツイッターの方でもこれなんかゴレンジャーですか？これゴレンジャーです。ゴレンジャー、はい、特撮は好きにハマったきっかけって何かあったんですか？ハマったきっかけっていうのが、はい、あの子供の頃からちょっと見てたんですけども、はいはい、やっぱその、まあ、成長にするにつれ、まあ、だんだんちょっと見る時間がなくなり、はい、である時に10代前半の頃に、はい、あの列車戦隊特急ジャーっていうのが、あ、はいはいはい、それを見て、うん、ちょっとハマり始めて、はい、でそのあと1年2年した後くらいに、うん、その特撮シンガーとして活躍してる方とちょっとお会いして、でそれでまたさらに火がついて、はい、すごい、ね、今も特撮が好きになったっていう感じです。特急ジャーの前から特撮自体は結構好きではあったんですか？その時は、はい、あんまり興味なかったというか。じゃあもうその特急ジャーを見てからもう本格的にちょっとのめり込んだというか、はい、そうですね。特急ジャーのどの辺が一番やっぱ良かったですか？今までの特撮と見てきた特撮と比べて、はいはい、特急ジャーにハマった要因って何かご自身の中で何かありますか？要因が、はい、やっぱそのなんか昔とは違って映像がすごい進化したなっていうのと、はい、うん、あとなんかその作風の明るさとか、うん、あとはそのですね、特急ジャー の、うん、そのヒーローだけじゃなくて敵キャラにもちゃんとなんか、うん、なんだろう、その個性がすごいあって、はい、見て、あとそとあの敵キャラにもちゃんとなんかドラマがあると言いますか、はい、それにちょっと面白いなと思ってハマりました。特急ジャー以降はもう本格にハマってるのも全部作品見てるんですか？そっから以降は。それ以降は、はい、そうですね、見てます。ちなみにその特撮は昔から、まあ、ゴレンジャーの時代からあるんですけど、はい、全部の作品は見てるんですか？いや全部はまだ見れてない。全部はまだ見れてないって感じですか？はい、この仮面ライダーはあんまりハマってないんですか？特にやっぱその戦隊ものですか？仮面ライダーもちょくちょく見てはいるんですけど、はい、戦隊ものの方がハマってます。その、戦隊ものの歌を歌ってる方と知り合いになったっていうんで、それじゃあの本当の歌を歌ってる方だったんですか？何かその戦隊ものの、その方はカバーです。あ、カバーをメインでやられてる方、はい、そうです、ね、後でやってもう本当にそれで本格的に特撮のが好きになったと、はい、いうことなんです。一ノ瀬さん自分自身もライブは結構出演してるんですか？シンガーとして出演はですね、はいはい、そこまで積極的にしてないですかね、うん、今その、はい、仕
下北沢 の、うん、あのアニメソングのライブ以外はあんまり、その主催以外はあんまり歌ってはいないです。あ、はい、でもまあ歌う機会はあるんですか、やっぱり。そうです、歌手としてもうシンガーとして。はい、あ、それ歌う内容はやっぱりその特撮の主題歌が多いんですか。特撮も歌いますし、あの、はい、なんだろう、あの J-POP ですか。あ、J-POP、はい、そちらも歌ったりもします。ちなみにその特撮の中で、はい、一番好きな特撮ってやっぱ、はい、何になるんですかね。一番好きな特撮ですか。はい、お気に入りな作品って何かあります。もうちょっとなかなか難しいです。あ、一つはちょっと絞れないですか。はい、あ、もう全般的に好きって感じなんですね。ですね。あ、はい、あとはツイッターまであの固定されてる、はい、ツイートがあったんですけど、はい、結構作品、これはあの、小説になるんですか。何作品か出てるんですけど、はい、これ小説を、はい、小説と、あともう一個多分 ドラマジャムっていうのがあると思うんですけど、はい、ドラマありますね。そちらは朗読劇の脚本です。あ、こういうじゃあ脚本とか、小説も結構頻繁に作ってらっしゃるんですか。はい。あ、今でもよく作ってらっしゃるんですか、これは。今は、はい、まあ、でもなんかその映画の脚本とかが多いですかね。あ、はい、じゃあ実際映画の脚本も今何作品が作られてはいるんですか。いろいろ書いています。ただそのなかなか映像は、うん、なかなかできてないんだけど、ね。あ、なるほど。それはなんかオーディションみたいなやつがあるんですか。 あります。作品を作って、はい、提出するようなあれが、はい、あ、結構あれですけど、今まで何作品くらい作られてるんですか、作品自体は。そうですね、なんか映画だと、うん、まあ、2,3 作品は書きました。あ、 2,3 作、はい、まあ、その映画だからその90分とか尺がありますが、うん、はいはい、やっぱテーマ的にはやっぱ特撮ものが多いんですか、映画のその今まで書いた脚本っていうのは。まあ、特撮もありますし、はい、なんかその、まあ、よくある映画を作ろうっていうお話が多いです。あ、はい、ちなみに、撮影スタッフっていうのはどういうことやられてるんですか、今スタッフっていうのは。スタッフが私がその助監督ですとか、はい、あ、助監督、はい、あと演出部っていうんですか。はい、あ、助監督もやれてるんですか。はい、あ、やっぱ将来的にはやっぱ監督さんとかを目指してるって感じなんですか。はい、そうです。あ、その魅力ってどんなの、助監督とかやられてて、はい、どういうとこが魅力的ですか、やっぱやってて。こんなとこが楽しいとかあります。そうですね、はい、まあ、その映画 の、 その雰囲気を作るのも楽しいですし、はいはい、あ、結構その雰囲気が、はい、ものを作品を作ってる雰囲気が楽しいって感じですね。そうですね、あとは、はい、やっぱそのみんなで協力してなんか一つの作品を作ってるっていう団結してるところが、うん、はい、あ、楽しいです。なるほど。もうそれ活動をしようと思った一番の要因というかきっかけって何だったんですか。その助監督とか、はい、その脚本作りを、はい、看護師さんを辞めてやろう、はい、一番その突き動かしたきっかけって何かありましたか、はい、出来事。特撮作品があって、うん、まあ、そのいろんなその見ているうちに、うん、ちょっと私もその特撮の映画とかを作ってみたいっていう思いがあって、うん、ああ、なるほど、はい、やっぱ作品を見てて自分自身がもう作品を作りたいっていう方になってしまったんですね、はい、流れ的に、はい、あ、実際活動してみて、はい、どんなことが今楽しいですか、まあ、全体、今の活動してる全体で、はい、全体では、はい、やっぱその自分が思い描いたそのシーンとか、うん、あの場面をなんか作れるのが楽しいなと思います。うん、あ、自分で作り上げていくのが、はい、あ、逆にその大変な部分っていうの、苦労している部分で今仕事で何かありますか。苦労している部分は、うん、やはり金銭面ですかね。あ、金銭面っていうのはやっぱそのどういう面で大変なんですか、金銭具体的に。まあ、現実的な話だとその役者さんにお支払いするギャラですとか、 あ、はいはい、あとはその場所を借りるレンタル代とか、うん、そういうのですかね。あ、なるほど。そのあたりが結構じゃあ捻出するのが大変という形になるんですか。はい、そうです、ね、あ、結構あれですか、じゃあ今お休みっていうのはあんまりないんですか。決まってお休みの日っていうのは何ですか。ないです。あ、ないんですか、はい、じゃあ休日とかって今どんなことして過ごしてるんですか。休日はですね、はい、休日も結構友達といろんなところにお出かけするのが多いです、うん、あ、まあ、出かけるのは結構趣味って感じですか今。そうですね、なんかあまり家にいることがあまりないんです。あ、じゃあインドア派よりどちらかというとアウトドアとか外に出るタイプなんですよね、はい、あ、特になんか今ハマってる趣味みたいなものって何かありますか。ハマってる趣味がですね、はい、ハマってることいろんな遊園地に
るのが好きです。遊園地、はい、それはなんかあの、まあ、コーラゲンだとね結構あの特撮のヒーローショーやってますけど、はい、コーラゲンもよく行くんですか？東京ドームシティ行きます。あ、じゃあ結構もう月1くらいで行ってますね、特撮ヒーローのショー。確かにイベントがあるときは月1、はい、2とかで行きます。あ、はい、結構じゃあその、今そのあと遊園地を巡るのが好きって言ってたんですけども、はい、最近どんなとこ今好きになりますか？好きというか、はい、お気に入りの遊園地って今何かありますか？お気に入りがやはりその東京ドームシティと、はい、あと読売ランドですね。ああ、その2つはどの辺がやっぱそのショーやってるからですか？読売ランドもね結構特撮ショーやってるじゃないですか。はい、はい、ショーやってるのそうですけど、私自身、はい、絶叫系がすごい好きで。ああ、絶叫系が好きなんですか？はい、だから結構読売ランドも。あ、はい、あ、富士急ランドは、富士急ハイランドはあんま行かないんですか？富士急ハイランドも、はい、一度行きました、ね。あ、一度行ったんですか。はい、あ、でもあんまりそこまでハマらなかったって感じでした。ハマってるんですけど、はい、やっぱその1日お休みを取ることがなかなか難しい。場所もねちょっと遠いですもんね、北海道はね。はい、ああ、なるほど。あれですか、一ノ瀬さんの好きな男性のタイプってどんなタイプの方が好きなんですか？好きな男性のタイプが、はい、年上の方で。あ、はいはい。イケメンっていうよりかはイケオチの方が。イケオチの人、はい、なんかその特撮ヒーローで好きなタイプって今いらっしゃいます？好きなタイプですか？はい、特撮 その今までキャラクターで、はいはい、好きなキャラっていました？一番好きなキャラ。好きなキャラが、はい、聖獣戦隊銀河マンのレッドとか、はい、あと次の作品だってた、うん、救急戦隊555のマドイ兄さんとか、ですかね。あとはその冒険者の冒険レッドとか、うん、結構顔が濃いめの年上の人が、はい、なるほど、はい、結構じゃあ同じレッドでもいろいろ性格やっぱ違うんですね、特撮によって。そのシリーズによって全然違うんですか？はい、あ、性格もです。あ、最近は、はい、結構だんだんなんか年齢層が若くなってきてますね。なるほど。ちょっとじゃあおじさん系がいなくなってきちゃったんですね。演じてる人が若くなってきちゃって。あ、ありがとうございます。これまでですね、聴いてきたアーティストとか、なんか曲ってどんなものまで聴いてきてます？最近の、うん、でも最近はそのいろんなライブハウスを巡るのも好きで、はい、なんかそうインディーズとして活躍しているアーティストの方の音楽も結構聴きますね。うん、ああ、なるほど。はい、じゃあ特にメジャーな人ってわけじゃなくて、はい、インディーズの方の結構曲も今。聴いてるって感じですか？はい、あ、特に好きな音楽のジャンルで何かあります？音楽のジャンルが、うん、私は結構バラード系が好きです。特撮ソングも結構好きですか？はい、特撮ソングも好きですけど、なんかしっとり系の雰囲気の、はい、雰囲気のバラードが、はい、バラードも、はい、あ、ちなみにカラオケでよく歌う曲、お箱みたいな曲って何かありますか？カラオケで歌うのが、うん、浜崎あゆみが多いです。あ、あゆが一番多いんですか？はい。ちなみに特撮ヒーローものの歌も歌います？カラオケで、はい、あ、結構でもライブではね、よくその、はい、ライブもやっぱカバー曲が多いですか？多いです、ね、ほぼカバーですか？はい、あ、特撮ヒーローの曲とカバー曲をライブで歌ってると。はい、あ、その中で一番好きな曲って何かあります？はい、一番好きな曲、はい、そうですね、その浜崎あゆみだと、うん、まあ、ちょっと古いんですけど、はい、ライブデスティニーとか、はい、何だったんですか、カラオケだと、うん、まあ、結構なんか時代がちょっと90年代の方に歌うことが多いんですけど、うん、はい、はい、確か松田聖子とか、あ、はいはい、はい、赤いスイートピーとか、あ、そういうのも結構じゃカラオケでは歌う感じですね。はいはい、今ですね、その、まあ、何でもいいんですけど、一番楽しいこととか幸せを感じる瞬間ってどんな時が今感じます？幸せを感じてる時が、うん、はい、なんかそのライブで音楽を聴いてる時とか、はい、あとはそのなんか映像をやっぱ作ってる時とかが一番楽しい。作ってるさ、そういう脚本とか助監とかやってるさ、はい、時が楽しいと、はい、じゃあ結構仕事が楽しいっていうことですね、今ね。充実してますね。ああ、なるほど。じゃあ看護師もあれですか、そんなにやっぱ楽しいは楽しかったんですか？例えば大変なことは多かったですか、看護師は？あ、そうですね、はい、ちょっと看護師の時はやっぱりその、うん、それで一回夜勤とかやってて、はい、一回体調崩しちゃったんですよね。あ、なるほど、はい、じゃあその辺でちょっと看護師は辞めたっていう部分もあったんですか？そうです。ああ、はい、なるほど。活動
動でも私生活でもいいんですけど、今まで一番苦労したことって何かあります？一番苦労したこと、そうですね、やっぱその作品を作るための資金を集めるのが、ああなるほど、苦労しました。あ、資金集めが結構大変なんですか今？はい。あ、それどう乗り越えてるんですか今、その資金乗り越える方法って何かあります？乗り越える方法は、はい、もうひたすらお仕事で仕事をして頑張って貯金をするという感じなんですね、はいはい、あ、 ありがとうございます。気分が落ち込んだ時とかどうやって奮い立たせてますか？気分落ち込んだ時とかは、はい、もう好きな音楽を聴いたりとか、はいはいはい、あ、そういうのでちょっとテンションを上げていく感じなんですね、はい、あ、 ありがとうございます。今、一ノ瀬さんの夢ってあります、はい、夢、夢は、はいはい、夢はですね、はい、あの東映に入ることです。ああ、東映って結構今あれですか、なかなか入るのって大変なんですか？ちょっと、倍率というか、狭いです。あ、結構狭いんですか？はい。ああ、え、具体的にどの分野で入りたいってあるんですか？東映っていろいろ分野、その活動する場所ってあるんですか？脚本で入るとか、はい、あるんですかね、制作担当みたいなのがありまして、うん、はい、まあ、最初はそのやはり下っ端として仕事をしてみたいな感じですかね、はい、でゆくゆくは、はい、まあ、その監督とかにもなれるのかと。ああ、なるほど、はい、じゃ、何回か東映にはそのチャレンジはしてるんですか今まで？チャレンジしました。あ、じゃあ今までチャレンジはしてるんですね、はい、現在進行形で夢に向かって、東映に入るのを夢に向かってやってると、はい、あ、ちなみにローカルヒーローも好きということなんですけど、はい、ローカルヒーローはどんなローカルヒーローが好きなんですか？それもやっぱ戦隊ものが多いんですか？ローカルっていうのは。そうですね、地方の、はい、あの、その私は先ほど話したその特撮シンガーの方が、うん、そのイベントソングで歌ってるんですけど、あ、はいはい、あのそれが、はい、確かあの東武動物公園 の、はいはい、あのヒーローがいまして、うん、はい、あと宮代戦隊花レンジャーっていうローカルヒーローが、うん、あとは最近だとちょっと九州の方で有名になってるのかわからないんですけど、はい、トレンジャーズとか、はいはい、あ、じゃあ そのローカルシンガーの方を知ったきっかけっていうのはもともとローカル戦隊から入っていったんですか？あ、それとも先にそのシンガーの方を知ってたって感じだったんですか？その方が、うん、あのライブハウスで歌ってるところを見て、あ、はいはいはい、それで調べてみたらそのローカルのヒーローの主題歌を歌ってたと、はい、そうなんです。あ、宮代戦隊、あ、じゃあ結構ローカルヒーローも結構他にもやっぱ何種類か好きなんですか？まあそうですね、好きっていうよりかはなんか最近あの調布市の方で、調布市、はい、はい、なんかのカレーのヒーロー、カレー、カレーっていうのは食べ物のカレーですか？はい、なんかグランマサラっていうローカルヒーローがなんか今制作されてるということで、うん、はい、ちょっと今興味持ってます。おお、それ制作っていうことはまだ放送はされてないんですか？はい、あ、今制作をしてる最中なんですか？そうなんです。ああ、なるほど、じゃあそれもちょっとこれから注目をしてるっていう、まあ、感じではあるんですね。そうです。ああ、なるほど。じゃあ今なんか悩みってありますか？悩みですか、はい、悩み、そうですね、やっぱその仕事がある時とない時の差がすごい、うん、ね、やっぱ安定しないのが、うん、悩みの種かな。はい、じゃあ忙しい時は本当にもう忙しい、一気に仕事入ってくるって感じなんですね。はい、あ、なるほど。でもだいぶね今入り分もなくなってきて、仕事のもだいぶ増えてきたんじゃないですか前に比べたら。あ、そうですね、ちょっと前はね、はい、なかなかイベントもできなかったじゃないですか。はい、あ、そうです、ね、あとはやっぱその仕事の量とお金がちょっとあまり比例しないなっていうところもちょっと悩んで、うん、あ、なるほど、仕事は多いけどなかなかその金銭面ではなかなかっていう部分が厳しいんですか？そうですね。それなんか単価が低いんですかね、仕事のかもしれないです。ああ、なるほど、まあ、うん、始めたてだからっていうのもあるかも、かもしれないですけど、うん、でも結構夢与えてね、あの、はい、やりがいはかなりありますよね、内容的にはね、はい、子供たちに、はい、今さっきカレーの話出たんですけど、ローカルの、はい、好きな食べ物って何かあります？好きな食べ物が、はい、私は結構いろいろ、本当にこれっていうのは、おー、ない、ない、特にないですね。あ、じゃあ何でも好きって感じですか？特に嫌いなものもなく。嫌いなものがトマトとパクチーです、はい、あ、トマトとパクチーはちょっと苦手なんですね。そうですね。あ、じゃあそれ以外はもう大体何でも食べれるという。はい、あ、ありがとうございます。好きな飲み物って何かありますか？アルコールも含めてなんですけど。
そうですね、コーヒー飲料系が結構好きです。あーコーヒー系、はい、もうブラックの特にない、ブラックで飲みますか。ブラックで飲みます。あアルコールあんま飲まないですか。アルコールが、はい、あでも最近梅酒にハマってますね。梅酒、はい、じゃあ結構最近は、はい、結構頻繁飲んでます。梅酒は最近はそうですね、なんかその、うん、飲み会する時も大体最近梅酒を頼むようになりました、はい、必ず梅酒を飲むと。はい、ありがとうございます。好きな動物って何かいますか。動物は猫ちゃんです、はい、あ猫派ですか、はい、ちなみに猫は飼ってるんですか。飼ったこともありますか。実家で飼ったことはあって、はいはい、今は飼ってないんですけど。ああなるほど。ちょっと話が前後しちゃうんですけども、はい、さっき戦隊物の中で、はい、一番好きな悪役って言いますよ戦隊で。好きな悪役ですか、はい、そうですね、はい、好きな悪役は、うん、ちょっと待ってください、ね、はい、ちょっとタイトルが結構昔の、はい、そうですね、銃剣戦隊激レンジャーっていう戦隊ものに登場する、うん、はい、リオっていう、あキャラが、キャラが好きで、はい、どの辺が魅力的だったんですか。何なんですかね、その、はい、悪役って結構なんか卑怯な手とか使ったりするんですか、うん、もうそれが一切なくて、あ先生堂々と戦うキャラだったんですか、敵なのに。そうですね。ああなるほど、その辺で結構聞かれたと、はい、そうですね、いうことなんですね。はい、あのさツイッターとかこれゴレンジャーなんですけど、これゴレンジャーが一番好きってわけじゃないんです、はい、これどっか行った時の写真なんですか。ゴレンジャーの写真は、はい、よく撮れてますねこれね。ありがとうございます、はい、それが確かその、うん、館内と館内、はい、横浜の、はい、なんか放送ライブラリー、 ありますね、あそこでなんかその展示会みたいなのがありまして、はいはいはい、でその時に写真を撮ったものです。よく撮れてますね、5人揃ってね。ありがとうございます。なるほど、これってはい、あれですか、飾ってあったんですね当時ね。はい、なるほど、ありがとうございます。一ノ瀬さんが今一番大事にしている宝物みたいなことって、ね、ものってなんかあります。大事にしている宝物ですか。はい、でもさっきいろんな人からいろんなことを紹介されてるので、はい、やっぱその人との関わりは大事にしたいなと。そうですね、業種的に結構いろんな人とね接点が広がっていく仕事ですからね、はい、あそうですね、普段の仕事で、はい、なんか一番普段の仕事の中で大切にしていることとか、はい、なんか心がけていることって何かありますか。心がけてることはそうですね、その人と関わっていくことで、なんかこの人はまあこういうのが好きとか、うん、まあ、こういうことが苦手だなっていうのをちょっと把握することをちょっと大切にしております。わかりました、ありがとうございます、はい、最後になるんですけども、はい、一ノ瀬さんのですね告知とあればちょっとおっしゃってください。はい、はい、告知がですね、はい、8月の26日、はいはい、今月ですね、はい、今月、うん、場所が池袋オンリーユーっていうライブハウスで、はい、あの私の主催ライブがあります。主催ライブ、はい、あ主催ライブは今回何回目なんですか。今回が今年の10月から始まったので、はい、8回目です、ね、主催が8回目なんですね、はい、はいはい、そうなんです、はい、そで、はい、でそちらがまあ、オールジャンルのライブなんですけど、はいはい、でそちら と、 あと9月7日が、はい、下北沢ブレスで、はい、それが夜の時間帯なんですけど、はいはい、アニメボカロ魂っていうボカロ、はいはい、ライブがありまして、はい、またその次の日が、はい、9月8日、はい、それも池袋オンリーユーで、はい、夜6時半オープンで、はい、あの特撮ソングのライブをこちらも主催で、主催で、はい、あこれも主に特撮ソングオンリーって感じになるんですね。そうです、特撮サンデー、はい、あーこれはチケットはどういうふうに予約をすればいいでしょうかね。チケットははい、ツイッターの DM とか、うん、あとコメントとかしていただければ予約します、はいはい、あ、DM ですね、はい、予約をお取りいたします、はい、SNS は石野さんどんなのやられてますか。 SNS はツイッター、ツイッター、インスタグラム、はい、フェイスブックをやっております。じゃあそれぞれ、ライブに来たければ、はい、まあ、チェックして DM の方を送ってくださいっていうことなんですね。はい、あ、わかりました、ありがとうございます。じゃ
本日なんですけども、はい、一ノ瀬楓さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。